はい、じゃあ今シーズンを振り返って、はい、自分からでしょ。4球連続ボールでしょ。じゃあ8球か。8球連続ボールで、そうね、落ちたもんね。それだけは言わんで。なんで？それが一番だって印象深い、俺の中では。それ一軍での出来事ね。じゃあまあそうでしょ。いや、僕的にはやっぱりオープン戦調子よくて2軍戦行った時に先発をやってきてくれって言われた時にちょっと小賢しいこと考えて、大炎上、ね、そう大炎上してしまって、そっからもう自分の自信がなくなり、はい、もう本当に野球が楽しくないと、はい、いう日々が続き、うえ、本当に野球をしたくないっていう時期がありました。で、それ人生初めて、人生初めて、人生初めて、うまくいきすぎたよね、そこまでね。いや、うまくもいってなかったけど、まあ今年ね、俺はちょっと調子いいなと、うん、最初のキャンプの初めに比べれば調子良くなってきたしと思ったところにそういうのが来たから、もうこっからダーン回復するのが結構時間かかりました。クリは、俺は怪我でしょ。うん、間違いない。いろんなチャンスが巡ってきて、それを怪我で棒に振ったというか、まあでも、ね、最終的には一軍残れて、まあ、あんま試合出てなかったけどね、うん、いいやん、バンド決めたやん。まあありがとう。バンド決めたけど水上さん全く喜んでなかったけど、なんなんすか。俺はテレビでちゃんと見てたよ。言わんでいいやん。緊張しちゃったよ。全然喜んでなかったけど、ね、水上さんはみんな緊張しちゃった、うん、まあ一発目に決めたから。ありがとう。あれが今年の俺の成果やね。うん、まあバッティングでいったんやと思うけどな。次行こう。まあ次行こう。待って待って、その手を抜く前に、笠谷投手がなぜ栗原選手を選んだかっていう理由だけ。お、そんなん言うんすか。欲しいよ欲しいよ。え、同級生だし。し、はい。まあ1年目からバッティ組んでるし。し。仲いいし。優しい、喋りやすい。こんな自分で言います？普通。いや、思ってること言えよ。いじれる。いや、そんな思ったことを俺に言わして、そしたらすごいこと言っちゃうよ。いや、お前やめろ。バカやねん。バカやねん。まあ、そういう感じですね。なるほど。はい。じゃあ、次のテーマいきましょう。はい。行きましょう。てれん。同級生だったらわかる、お互いの癖。癖だらけ。いやいや、こいつも結構やばい。お前まずこの髪、それはしょうがねえよ。これも癖しかないやん。お前しょうがパーマかけてほしい。これ癖の髪やろ。どうやろ、パーマかけてほしい。元からテンパなのにさらにパーマをかけるという失態。いや、それについてどう思う、お前は。いや、これワックスつけたらえぐいよ。いや、しやし見たことないし。中学系めっちゃモテようとしとるやん。モテ、モテようというか、こう、まあでもやっぱ見られる職業だからさ、よくありたいじゃん、やっぱ。いや、分からん。まずは見た目からね。え、じゃあこれかっこいいと思ってんの、見た目より。その髪の癖はやめよう。か、やめる。普通にお互いの癖にしよう。癖ね、めちゃくちゃあるんですよ。人に聞いといて人の話を聞かない。えぐい。え、マジでえぐいっす。それ癖？癖という、まあ、とりあえず一人だけ考えてることがやっぱ違うんですよ、うん、みんなと、うん、違う。で、同級生会とか僕らよくするんですけど、同級生でわーって話してる時にわっけのわからんことをいきなりポンって突っ込んできて、シーンってなって、あーでも旬っぽいな、旬やなーで終わるっていう。絶対これ。しかもなんか食堂とかでもなんかこっちに質問しといて答えてる最中にお先とか言ってどっか行くから、聞かれた、こっち聞かれたのにと思って。いや、でもそれもう治ったよ。いや、はい、あるね。そう、うん、ね、で、自分でも結構癖あると思うし、自分。いや、あの、人の話を聞いてるようで聞いてないっていうのは当たってますね、うん、あの、本当に、あので、なんか思いついたことすぐポンポン言っちゃうよね。そう、ポンポン言っちゃう。子供やね。だから、そう、子供、うん、子供、そういう人の話を聞かないっていう癖と、
髪の毛の癖でいいかな。そう、癖が髪の毛それならそれでいい。それの方がいい。人的な癖俺ないじゃん。もう全然面白くないことを自分で笑いながら喋るっていう。で、人を笑かす。いや、笑うやろ。っていうことは面白いじゃん。お前がこう喋る途中にみたいなするけど、それは釣られて笑うやん。全然面白くないの。この前飯行った時もめっちゃ笑っとったやん。それはそういうゲームしとったけんや。ゲームしドキュメンタル的な、なんかもう笑わないよみたいな、一切笑わない、笑わないゲームしとって俺でめっちゃ笑っとったやん。ってことお前では笑ってない。おいおいおい、写真で笑っただけやもん。あの写真で笑った。あれはあの時1やったね。何番やった、あれ何番やった。そういう持っていき方とかがさ、うん、うまいってことでしょ俺の。いや、うまくはない。何なの、全然うまくはない。何じゃそれ。次行こう。次行きましょう。ででん、お互いの好きなところ。これ和子さん考えたんですか。まあ好きなところ、まあでもそういうとこじゃないですか。癖があるけどからこそ別にそんな深く考えて話す必要もないし、楽に話せるというか、なんか適当なこと言ったとしても別に適当だから別にそんなに深く考えずに喋らなくていいっていうのと、車持ってる。お前それ足ってことやないか。お前え、走ってこないないか。車持ってるところが好き俺は。ふざけんな。いや本当に俺は、うん、まあでもプロ野球選手みんな言えることだと思うんですけど、それ言うのよね、お互いでしょ。あの俺だけと野球の話になるとすごい深いとこまで話すし、そのじゃあどうすればみたいなのをこう話し合ってちゃんと答えを出していくみたいな。そう、俺じゃないじゃん。いやだけどキャッチャーってさ、ボール取ってる側じゃん。そう、俺にこと言ってるちゃんと。うん、まあ、キャッチャー全体かもしれんけど、そう今日はあれで、いやでもあれはこうして、お前はって言って、お前はって言って。いやそれはできん。なんか認めたくない、うん、こいつはだけを認めたくない。本当に嫌だ。何のライバル心な。お前ライバル心とかじゃない。まあ好きは好きなんでしょ。うん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 、普通普通普通やな。すぐ行くやん、飯。飯お前から誘ってきたやん。飯行くやんって言ったらすぐ行くやん。誰でも行く。E4 の後の音符マークついとって、いつも絵文字ないのに。あの時音符マークついとって。それはたまにはつけるやん。たまにはつけるやん。俺てかやるやん、いつも絵文字使うやん。いや、使わんね。使うやん。真っ黒やね。いよいよ、俺めっちゃ使うよ。真っ黒か、笑い1個。いよいよ、音符マークは俺珍しく来たと思ったから、あ、これ今日乗り気やな。テンション上がった、テンション上がった。キモ。なんだお前。はい、次行きましょう。次行きましょう。長えな、一つ一つ。ででん、ここ直してよ。ここ直してよ。僕ありますよ。朝のアップなんですけど、みんなこう、はい、じゃあなんとか行きます、はいって言うけど、こいつだけ異常にはいが長い。もうその癖がすごい。もうすっごい、もう朝から目立とうとしてる。朝誰も喋らんもん。いや、そこ喋るとこじゃないもん。なんで？はーいで行けばいいよ。はーいぐらい長い。ちょっとこうね、楽しくやろうよ、アップぐらい。いや、それは大事やけど。やろ、うん、でもちょっと横の列までいじれんから、タモンとかちょっと真面目やから。そのね、声出しは本当にちょっと。え、ソングだけ？うん、直してほしい。ソングだけ？突っ込まなくていいんすよ。拾わないから。あ、あと。お、来い来い来い。あるよ。どんどん来い。まあ、飯食う時とかもそうやけど、服装ちゃんとしてほしい。なんか、それどこで買ったのっていう服を着てる。そんなんさ、人それぞれ。そう。で、自分的には多分かっこいいじゃないけど。違う、違う。いいと思ってる。はい、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 はい。これは、あの、去年の、はい、いきます。革ジャン着とったんですよ。はい、いきます。めちゃくちゃダサかった。はい、いきます。はい、その下なんかというと、水野とかの、あんだ、あの、ジャージが普通に着てる。違う、革ジャンの下に水野ではないよ。それはやばいじゃん。でもセットアップ、この秋とか、それはやばいセットアップ着てても、中開けたら水野着てる。だって、ダセーし、ダセー、セットアップどうせ脱がんしと思って、ダセーしと思って。マジでそういうのやめてほしい。じゃあ待って。はい、じゃあそういうのに関しては1個あるわ。自分がちょっと正しいと思っとる、こいつマジで。だから他の人に対しての注意がえぐい。お前それやめた方がいいよ、それダセーよとかが
えぐい。ちょっと自分が合ってると思ってるから。いやそれはだって人それぞれだから。かだって着たい服着たらいいじゃん。うん、でしょ。そうだな、うん、そうでしょ。それは何を思われようが、そう。でもそこをさ否定するのは良くない。確かに俺水野は着てるよ中に。だってバレン、水野バレン否定ではないやん。別に水野バレンじゃん。だってそうでしょ。いやそれある、結構ある。ですぐ人嫌いになるし、すぐ人に悪口言うし。あれ言わんやってよ、お前。いや言わんやって。あー動揺したぞ。嫉妬嫉妬嫉妬するっす。悔しいじゃないですか、やっぱこうこう燃えたぎるものがね、あるけど。それは嫉妬だ。夏木行こう。もうないんだ。あ、まだあるんよ。来期の目標、半分以上は出たいですね、一軍でね。ホームランも打ちたいし。拓也さん、まあ、開幕一軍、開幕一軍はもちろん絶対やりたいです。開幕一軍を目指して、まあ、ホームランを一本打ちたいっていうと、キャッチャーとして、しっかり試合に出るということ、まあ、スタメンマスクを含め出るということが目標です。終わったよ。これ終わったよ。今面白いとこ、今面白いとこあった。いやなんか真面目に話してるんやけどさ、うん、さっき水野の服の話したや、うん、これなんだ、これなんだ。もう気になるし、今のちょっと真面目に喋ってるのにそれが目に入って、ちょっと長袖切っただけや。笑いそんだけや、うん、やろ。長袖を切った以上や。全然内容が入ってこない。短すぎた切る感が今バッティングとかこうやってしとってさ。俺ノースリーブ着とったっけと思って。やべえ、話が全然それでいいけど。はい、やれよ。俺お前の前です。来季の木ってこれ合ってる？シーズン、来年はもうとにかく先発の枠をもう必死につかみに行って、まあ、やっぱ左ピッチャー今大竹さんとミランナがいるんですけど、もう本当に今年師匠来る、和田さんもあれですけど、もうそろそろ本当に頑張って、あの勝ちを上げたいなと思ってるので。結果先発がいい、先発がいい。先発の方がゲーム の, その試合を作れるし、まあ、中継ぎだったらこうもう全部全力でバンバンって抑える、まあ、それもかっこいいですけど、やっぱりゲーム作って最後まで試合をこう自分が作って投げて勝った時はより一層喜びとか、あのそういうのが味わえると思うんで、まだそういう経験がないので一軍では。先発で勝ってあのリーグ優勝に貢献したいです。はい、バッテリー期待してますよ。なかなか来ないからね、上がってきてくれないから。何選手待ってるのにもう上で何もう確約されてるよみたいな、その喋り方全然ダメだる。待ってても試合出れなかったらダメだから、ね、ああもっと毒舌いたよここに。もうちゃんと言えよ、分かってきたら栗原がいいって言わんし。おい言わんし。まあそこ頑張るわ俺が。まあ同級生なんで、それはそれで一緒に組んで勝ち上げれたらいいですね。もう立ち台立ち台ね。お前一回立ってるよ。うん、軽いな。はい次。はい最後です。1年間応援してくださったファンの方へメッセージ。これ得意やん。じゃあお前最後な。じゃあ俺から最後って。俺とお前しかおらんぞ、うん、そう。いや俺が最初に「あとな」でいいや、うん、最後なってなんだ。今年も1年応援ありがとうございました。僕的にはすごい2軍ファームにいる時間の方が多かったんですけど、その中で、ファンの声援だったり、あのそういう言葉かけみたいなのがすごく温かく、本当に心の支えになりましたし、やっぱ見られてるっていう意識があった中で野球を今できているので、来年一軍行った時はもっともっと応援してもらって、あのチームの勝利にファンの皆さんも一緒に貢献してもらいたいと思っているので、来年も応援よろしくお願いします。はい、言葉をかけてもらったってことや。声かけてほしい。どっちでもいいや、早く喋れや。うっさいな、お前一時突っかかってきてツンツンしてるな、お前だけは。はい、俺の番だから。
まあ、僕自身としてはそんなに、結果を残せたシーズンでもないですし、まあ、本当に怪我に始まって満足に、1年間野球ができなかったので、まずは来年怪我せず1年間しっかり戦うっていうことを目標にしますし、やっぱりクライマックスとか日本シリーズですごいあのドームで、プレーしている選手がすごいかっこよく見えましたし、本当に応援されている声援の大きさとかそういうものもすごい、ベンチで見ながらいいなと思ったので、次は本当にあのグラウンドに立って自分が応援されるように、来年頑張っていこうと思うので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。